眠気は、身体的または精神的な活動を減少させ、睡眠を促す強い衝動や欲求として経験されます。この感覚は、脳内の特定の構造や、神経経路によって調整されています。まず脳が覚醒している状態について考えてみましょう。脳は大脳が活発に活動しているだけでは、覚醒することはできません。脳幹から視床にかけて存在する、情構性毛様体不活系というシステムが、大脳に向かって、アセチルコリン、ノルアドレナリン、セロトニン、ドーパミン、オレキシンなどの神経伝達物質を放出し、大脳を覚醒させ活発に活動させています。脳の神経細胞が活動する際のエネルギー源は、アデノシン三リン酸、ATP です。脳が活動すると ATP が消費され、代謝産物のアデノシンが髄液中に放出されます。髄液中のアデノシン濃度の上昇が感知されると、その情報は、情構性毛様体不活系に送られ、覚醒状態が抑制され眠気が増加します。これ以外にも、外日リズム、サーカディアンリズムにより、夜になると眠気を感じたり、ホメオスタティック機構により、脳の活動時間が長くなると、睡眠の圧力の増加により、眠気を感じるシステムが存在します。また睡眠中は、グリーンファティックシステムが活発化し、脳内の排気物や余分な神経伝達物質が排出され、覚醒時の脳の機能が最適化されると考えられています。覚醒に関係するオレキシンのバランスが崩れ酸性が低下すると突然睡眠発作が生じるナルコレプシーを発症したり強い光特にブルーライトを夜間見続けると睡眠が抑制される可能性があります。神経伝達物質の作用も非常に複雑で眠気が単一の感覚や一つの神経経路に起因するものではなく脳内の複数の経路や構造の相互作用によって生じる複雑な感覚であると理解できます。